どうも、松田です。ですね、60代おばさん精密製造業の方の給料について語ります。ただいまね、不要な記憶明細書がある方は、ツイッターにお送りくださいませ。チャンネルフォーム概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数の取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。では、いきます。労働三支給、支給額が、勤労三支給額16万3千円。勤労支給額が4万3千円。有給支給額は7200円。通勤手当が2700円で、総支給額が21万6930円ですね。健康保険料が1万円、介護保険が1000円、厚生年金が2万1000円、雇用保険が650円、所得税が2400円、住民税が5200円で、排除金額合計が4万2000円ですね。21万円引く4万2000円で、差し引き支給額17万4330円ですね。はい、終わります。